て、ライティングですね。もう勉強時間9割ライティング。だから2パターン作って、どっちでもやってみようと。アイルツの、はい、そうです、勉強ってどうやってやったか。どうやってやったか。なんだって、日本人でやっぱ 8.5 取れる人って、まあいないですからね。まあでも、リーディングとリスニングが満点だったのが、はいはいはい、まあね、ラッキーっていうか、よかったっていう、それで 8.5 になったっていう部分もありますけど、何回ぐらい受けたんですか？アイルツはね、結構受けたんですよ。4回ぐらい受けたと思うんですよ。で、オーバーオール8888 8.5 だった気がするんですけど、一番最初に受けたのだけ覚えてて、はいはい、あ、その次も覚えてない。一番最初に受けたのが、横浜で受けたんですよ。はいはい、横浜一律大学とか忘れたけど、で、どっかで受けて、その時は、リーディング、多分8のリスニング 8.5 とかで、スピーキング 8.5 で、ライティングが6。ああ、はいはい、やっぱライティングが難しいんですよ、本当に。これは何かの間違いだって思いました。はー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 、思って、なんかそのリスコア、はーはーはーっていうのをやろうと思ったんですけど、よくよくネットとか調べると、ライティングそうなることはあるみたいなと聞いて、私の大学院の時に一緒によく勉強してた、はい、アメリカ人の、そのジュアリスドクターって分かります？そのローをやってた、ね、はい、やってて、彼も最初受けた時は7点とかで、はいはい、あのめちゃくちゃ電話したって言ってました聞いてわかるだろって、はいはい、俺がアメリカ人なのってで話してて、はい、その7点の人間だと思うかみたいなことすごい言って電話したって言ってましたけど、でもう一回受けた8とか、はい、通ったって言ってましたけど、それでもやっぱ9は取れないわけですもんね。そう、ネイティブが受けても、そうで、まあ、勉強法ですよね、はい、リーディングリスニングは勉強ゼロですね。おー、なるほど、うん、勉強ゼロで、まあ、リスニングはだいぶ簡単ですよね。トフルと比べたらもうスペルだけですかね。そうです、スペルをです、あの ER、AR、OR が後ろが松が、はいはいはい、ER になるのか OR になるのか AR になるのかいっぱい出るんですよね。あ、なるほどね。まあ、なんかギターとかあーヘリコプターとか、なるほど、そういうのいっぱい出すんですよ。あ、僕もヘリコプターが出た時にチョッパーってアメリカ英語を書いたんですよ。あ、どうなるんですか、それって。それはで、島根さん聞いたら、いや、罰でしょって。あで、あと、サンクリームっていうのも出た時があって、はいはいはい、サンクリームなんか聞いたことないで、サンスクリーンって書いたんですけど、あ多分それも罰になる。いやですね、聞き分かってるじゃん。うん、確かに確かにって思ったんですけど、多分まあ罰なんだろう。あれってまだ筆記なんですか？筆記です。あ、CBT 出ましたね。でも打つんですか？多分打つんだと思う。あの日枝先生って先生が昨日受けた、今日か、うん、今日受けたのか昨日か受けたのか、はいはいはい、ちょっと聞いてみて、うん、だから今度僕も、はい、受けてだいぶ楽だって言ってました。あ、まあ書くの大変ですよね。だいぶ、あ、なんかメモとかマークとか結構いろいろつけられるって言ってました。へえ、ちょっと iPad っぽくない？そうですね。それで、うん、とにかくライティングが楽になったって言ってました。それタイプ、もうタイプできるから。同じ時間もらえるんですか？多分同じですね。じゃあだいぶ楽ですね。あれは消したりとか、そうパラグラフ変えられない。そう、もう一回変えちゃったらもう戻れないんで。だからリーディングとリスニングは、模試だけその習うために解いて、その特別な勉強とかしてなくて、スピーキングもあんまり別にしてなくて、はいはい、まあその模試とかを使って、うん、その場でこう、まあ、自分が誰かと話してるようなイメージで話したりとかして、はい、ライティングですね。もう勉強時間9割ライティングしましたね。その6が出て、はいはいはい、でライティングをずっと勉強して、それで、タスク1か、いや2です。2の方がついて、2です、はい、もう1はどうせ3分の1ぐらいですよね。そうです。タスク1っていうのがあのいろいろ図のですね、要約とか、はい、そういうやつで、結局もう1がいくらよくても、はい、2がダメだったらダメなんで、はいはいはい、だから2ばっかりやって、で2パターン作ったんですよ。自分の中の書き方を2パターン作って、どっちでもやってみようと思って。なるほどなるほど。で、1つは
テンプレガチガチにした。はい、なるほどなるほど。テンプレガチガチで、もう必ず1パラグラフ4文とかも決めてて、もうそういうガッチガチのでやるっていうのと、もう一個は自由に書くっていう、そうそうそう、好きなように自分の好きなように書くっていう2パターンをやって、どっちも結局なってことでした。あそうだから やってで今 CM 入りましたからそうどっちも 7.5 で、あ自分のライティングは 7.5 なんだなって思いました。それでああなるほど、はい、結局 7.5 なんだって。だからもう、うん、それが正しい評価なのかなって思いましたね、はい、だから6っていうのはまあ確かにちょっとあれだったけど、うん、7.5 まあ 7.5 程度なのかなっていうふうに思いましたね。でスピーキングが、あ3回受けましたきっと、スピーキングが 8.5、うん7、8だった。ほうほうほう。だからそれは結構面接官によるなっていうのは思いました。あなるほど、うん、2回目はものすごい怖いおばちゃんで、ほうほうほう、なんかこう話してる時に次の質問言ってくるみたいな、はい、遮ってくるような感じで、すごいビビりました。それは日本の人が一番優しかったです。あなるほど、うん、優しかったし、あるんですかね、日本で受けた方がやっぱり簡単とかスピーキング。あと日本のあんまりやっぱ受験者チェックできないんですね。中国ではやっぱ IELTS の市場って中国が一番なんで、はい、圧倒的にニュージーランドとかオーストラリアで受けた方が高い点が出るってみんな言ってます。あ中国向こうがもう厳しくなっちゃってて逆になんか言ってます。その方が優しい、しかもオーストラリアとかニュージーランドで受ければ自分の習ってる先生が面接官でその方がやってくる。あ語学学校とかで受ければもうそのまま面接官でやってきて優しいって。確かに、あとまあ聞き慣れてますし、うーんそうですね、人によって違いますからね全然。オサレアで受ければオサレ人なんで、私は一番聞きやすいですよね。ちょっとねまた受けてみたいなとかも、はいはい、なんとなく思うんですけどね。 CBT やってみたらどうですか。そうですね、だからオサレアで受けれるんですかね。どうなんでしょう、今日本はもう本当開催されて、もう導入されたばっかりですね。うん、なんか順番も変わったとか言って、ライティングが先になったとか、はいはい、違いましたっけ？分かんないです、僕まだ。なんかその受ける順番は変わったみたいな。昔ライティング最後でしたっけ？確かね。そうですね。ですよね、はい、一番疲れた時に一番難しいやつを受けるってすごい思ってる。なんか裏っ返すんですよね、確かね。回答用リスだったような。リスに来て、気がしますね。で、そうだ、リーディング中にリスニング直しちゃいけないってやつだ。そうだそうだそうだ。こんなちっちゃいスピーカーの時とかありましたけど。ちっちゃすべかみたいな、そうかそうか、ひっくり返しちゃいけないとかあったな、うん、そうだ、リスニングの時にだって答えがもしリーディングで出てたら、そうですね、スペル、あこれだったのスペルって、あそうかそうか、直しちゃう、スペルか、アカデミックはね、アカデミックしか受けたことないですけど、はい、ジェネラルの方が採点基準が厳しいとは聞きますけど、ね、あそうなんですか、はい、ジェネラルの方が内容は簡単だけど間違える数が、あなるほど、うん、だからどっち受けても一緒言われて、他社向こう移住するときにどっちも良かったんですけど、はいはいはい、アカデミックにしましたね。あそうなんですね、はい、へえ、なんかそうですね、なんかジェネラルの方が簡単ってよく聞きますよね、うん、内容はもっと孤独用だったりとかそういうみたいですよね、うん、じゃあ両方来て高いでも2万円ぐらいでしたっけ。そうですね、2万5000円ぐらいじゃないですか、うん、高いですね、うん、いや中国もっと高いですね。あそうですか、ちょっと高いんですよ、もう足元見てますよ中国人、お金出してくる人はねいくらでも出すでしょうし、ロケット鉛筆で受けんですね。ロケット鉛筆って、あこういうやつ、そうそうそう、懐かしい、あれで小学生のね、そうそうそう、なんであれ使ってるんですか。あもうだから自分での持ち込ませては一切いけないんですよ。あじゃあそこに用意してるんですか、ロケット鉛筆。そうそうそう、へ確かロケット鉛筆、何にも用意させてはいけない、だもうとにかくカンニングとかインチキいっぱいするんで、うんうんうん、だあの当然金属探知機もやりますし、うん、全員やりますし、もうとにかく何も持ち込ませないっていう、すごい暇がねないんですけど、はははは、まあ、時間があったらぜひまた、ね、自分のライティングはちょっとね、それが5年ぐらい経ったんで、はい、あ上がってないかなって、当然変わったんじゃないですか、ね、嬉しいんですけどね、もし8とかなったら、うん、でも、ね、ですよね、IELTS9 出せばもうすごいじゃないですか、もうで、ね、どっちがトフルとどっちが取れるのかですね、ヒエダ選手トフルの満点、トフルの満点と IELTS の9、どっち、
私は確実に IELTS の方が得意ですね、はいはいはい、そうパソコンで制限時間内にとか言うと嫌ですね、うん、そう自由にペラペラ喋ってたら時間切れちゃったりとかするので、うんうん、 はいはい、それがそうですね対人の方が得意ですし、はいはい、あとは英語がイギリス用されるじゃないですか、そっちの方が得意なんで Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.